どうも、チャックバスです。今私は羽田空港国内線ターミナルの、京急電鉄の、ね、駅のホームにいます。で本日は、これから、ダイヤモンド修行12フライト目ということで、ここからね、羽田から、福岡に向かって、それからね、韓国の方に向かっていきます。ちょっとね、結構乗り継ぎが多いんですけども、今回ねダイヤモンド修行の事前ルートということで行きたいと思います。それでは行きます。それではね、出発ロビーに着きました。これからね、もうチェックインカウンターで、羽田空港国内線の場合は朝の5時15分から空いてるということなんで、チェックインしていきたいと思います。それではね、昨年 SFC 撮りましたので、今回はね、これ ANA プレミアムチェックインからチェックインしていきたいと思います。しばらくありますんで、ANA ラウンジに、ね、待ちたいと思います。それではね、無事チェックインすることができました。今回福岡から最終的には北京まで行くんですけども、その搭乗券もね、全て発行していただくことができました。ありがたいですね。それでは、搭乗までね、しばらくありますんで、ANA ラウンジでね、待ちたいと思います。それではね、ANA ラウンジ着きました。搭乗までね、結構あります。3、4時間ほどありますんで、しばらく、PC 作業などをしながら待ちたいと思います。それではね、避難所入ってきました。トマトジュース、ね、ここで、しばらくね、3時間ぐらいあるかな、ゆっくりね、PC 作業などをしながら待ちたいと思います。トマトジュースうまいですね。それではね、ラウンジ出ました。で、ここはですね、向かいに ANA フェスタとかね、あるような場所で、ゲート番号は
60番近くの今 ANA ラウンジをね利用してきました。やはり快適ですね、はい。3時間ぐらいいましたかね。とても快適な、時間を過ごさせていただきました。ありがたいですね。それでは搭乗口に行きたいと思います。それではね、ゲートの前に着きました。10時30分発の福岡行きですね。いやね、全然人いないなと思って、この飛行機乗る人全然いないのかなと思ったら、普通に搭乗口変更になってましたね。危ない。今ね、62番ゲートから66番だったかな。ちょっとね、ゲート変更してるみたいなので、そちらに移動したいと思います。それではね、変更先のゲートに到着しました。しばらくね、搭乗開始してないそうなので、もうちょっとここら辺で待ちたいと思います。それではね、搭乗開始しましたので行きたいと思います。それではね、無事搭乗することができました。今回は、ボーイング777の200です。そんなに長いフライトじゃないと思いますけど、楽しみたいと思います。おそらく、満席だと思います。アップグレードポイントでね、アップグレードも試みたんですけども、残念ながら、ね、アップグレードかなわずということでしたので、そこと混み合ってくると思います。で、後ろの方の座席はね、242になってるんですね。で、私は、2列目の窓側 43K っていう座席ですね。それではね、飛行機飛ぶまでもうちょっと待ちたいと思います。座席の広さはこんな感じです。ここには網があってね、モニターもありません、ね、でもね、足元は結構広いですね。普通席久しぶりですけど、全然快適ですね。設備としては電源等もないですし、こんなもんですかね。外の部屋はね、こんな感じになってます。離陸と着陸が楽しめそうな座席ですね。機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。またもや隣席ブロックいただきました。ありがとうございます。これで LCC を含めて4連チャンですね。ありがとうございます。皆さんお離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。シートの言葉はお膝の上でしっかりお出しください。福岡空港到着時刻は定刻1時20分の予定です。それでは離陸となります。1時間50分くらいのフライトですね。
レートなんですね。ナビタイムの方向を書いてありますね。それではいただきます。着陸することができました。However, please refrain from holding on airport and consolation for other passengers. This flight will be arriving at gate number 7. Connecting passengers, please confirm your boarding gate and ready to board. Thank you for flying with ANA.国際線に、ね、乗り継ぎますので、国際線ターミナルに、ね、バスで移動して、国際線に乗り換えます。一回ここで、ね、動画を見ようと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。